はい、どうも皆さん、こんにちは。ということでね、今回はね、SKBD2073 パート2のね、考察とかで、ね、それではね、早速やっていこうと思います。はい、ちなみになんですけど、まあ、このジーマンとかタイタンテリーマンのこのやりとりっていうのは、前の動画で、まあ、まとめているので、はい、まあ、この二人のね、ちょっとセリフをね、知りたい人は、まあ、前の動画を見てください。はい、ではね、まずですね、はい、まずね、最初ね、はい。そうそう、くっと、はい。はい、ここです。はい、このね、緑の稲妻をまとったこの黄色い玉なんですけど、はい、これなんでしょうね。これは、まあ、紫なのは、なんか敵を操る能力があるんで、これなんでしょうね。まあ、こんな感じで、まあ、これ、爆発させる、なんか爆弾みたいな役割なのかな。はい、でね、続いてはね、はい、これなんですけど、はい、見てください。これね、アストロの腕ね、このアストロのアームもね、これタイタンカメラマンのね、ものになってからね、この、レーザーっていうか、なんかこの、まあ、なんか、あれで、あ、なんか、が、まあ、水色に変色してますね。アストロディティアの時はね、黄色だったんですけど。はい、それでね、まあ、ジーマンがね、この紫色のやつ出すんですけど、危ない危ない。タイタンカメラマンはね、もう、あれですね、どうなってしまうのとかね、ちゃんと知ってるんでね。あとね、もう一つ言いたいことがあるんですよね。そろそろ来るかな。あ、来た！はい、ここね、よく見たらね、奥にね、シークレットエージェントのね、緑の光があるんで、多分これシークレットエージェントが多分見てるんでしょうね。はい。そしてね、もうこの次のシーンでね、はい、ジーマンにね、これブラスター壊されるんですけど。はい、でね、この後ね、はい、タイタンスピーカーマンがね、はい、こうやってね、はい、パラサイトに洗脳されてしまうんですよね。はい、ですがね、まあ、タイタンテリーマンに一瞬でやれます。はい、多分ここで洗脳、パラサイト死んだのかな。はい。で、あとね、このシーンでね、一瞬なんか紫色の線がね、入るんですけど、これは多分ですけど、タイタンテリーマンがパラサイトを倒そうとしたんでしょうね。はい。でね、この後ね、タイタンカメラマンがジーマン掴むんですが、はい、僕ね、個人的にこのシーンめちゃくちゃ好きです。はい。でね、はい、これでね、ジーマンをね、タイタンカメラマンがね、まあ、燃やしていくわけですね。はい、そしたらね、まあ、パート1出てきたあのゴリマッチョがね、はい、登場するんですよね。はい。でもね、これ倒せると思ったんですけど、逃げられてしまうんですよ。はい、そしたらね、はい、こっからね、のこのアシッドバレルのハゲが来るんですよね。はい、で、これでね、タイタンカメラマン左足やられちゃったんですよね。まあ、カメラウーマンもね、右手やられちゃいましたね。はい、でね、この後ね、はい、このタイタンカメラマンね、はい、ブラのこのね、ぐらいのね、レーザーをね、レーザーっていうかこの、火炎放射器をね、引きちぎられてね。はい、これ、あれですね。まあ、リークのあのシーンですね。はい。でね、これ結構タイタンカメラがピンチって時にね、はい、タイタンスピーカーマン来るんですよね。はい、これ結構、あれですね。ジーマンボロボロですよね。でもね、これ結構、ジーマンね、3対1で結構これ互角にやれてるの結構すごいですよね。はい、これタイタンスピーカーマンをね、はい、もう無事切れでね、スピーカー鳴らすんですけど、はい、ジーマンのこの叫びも負けてないと。はい、ね、これタイタンスピーカーマンね、はい、これもうやばいっていう時にね、はい。やばいって時にね、はい、タイタンテリーマンが来るんですね。はい、でもね、これ思ったんですけど、これタイタンスピーカーマンのタイタンカメラマン大丈夫かな？タイタンスピーカーマンって大丈夫そうだけど、タイタンカメラマンね、もしかして死んじゃったかもね。はい。ね、この後。はい、でね、この後はね、はい、この後さ、そろそろ来るんじゃない？さ、あれね、そろそろ来ると思うよ。さあ、来ましたね。はい、これコンテナの中身がね、つい泣かされるんですよね。このコンテナの中身は、はい、まさかのね、ジーマンを強化するためのね、なんかこれはね、ジェットパックですね。はい、でもね、まあ、作中もっとコンテナがあったので、もしかしたらジーマンね、もっと強化されて帰ってくるんじゃないでしょうね。はい。でね、これタイタンテリーマンがね、はい、もうブチギレですよ。もうブチギレで周りのためを破壊しますね。はい、でね、ジーマン、はい、これ、今まで見たことない。顔をずれて去っていくんですよね。これもしかしたら、多分なんですけど、これ、どこ行ったのかな？多分あれですかね、ジーマンのとこ行ったんでしょうかね。はい、ということでね、まあ、一通りね、まあ、こんな感じで見ていたんですけど、やっぱりね、一番気になるのはね、やっぱタイタンカメラマンのね、安否ですよね。はい。やっぱりね、みんなタイタンカメラマン大好きですからね、生きててほしいですよね。はい、ということでね、はい、今回はね、ここまでにしておきたいと思います。ね、多分この後ショート動画ね、今から作らないとダメなんですけど、はい、頑張ります。はい、じゃあとりあえずね、まあ、応援として、まあ、高評価を押していってください。はい、では、それでは皆さんさようなら。